はい、では行きましょう。さあ、面白くなってきましたね。ただな、結構パーティーがそのいつもメンズいますけど、フルパになるのっていつなんですかね。毎回そのイベントっぽくこう分かれてしまうので、なかなか全員でこうやれないっていうのがありますね。間違えた、どこ行った、適当に押してしまった。劇場行ったかな、劇場行っちゃったかも。とりあえずちょっとことは急げなので、本当はもしかしたらなんかこの辺うろうろしたらなんかコンプリート的な要素あるかもしれないんですけど、まあまあまあ僕いつもの、あのプレイスタイルであまりコンプとか、あの強い武器がどうのこうのとか、何か隠された要素がとかはあまり気にせず、まあ基本的にはメインストーリーを楽しみつつ行きたいなと思いますので、その点ご容赦くださいませ。よし、行こう。あのリフトに乗るんだね。かっこいいな。ちょっとここここだわり感じますよね。わざとなんでここだけこうしたのかなっていうのもね、ちょっとこだわりを感じる。よし、マップはなかなかね難解やで。よし、最下層霧のエリアへ。当然まあモンスターは出ますよと。おう、ここでも一応エアキャブ的なものがあるね。歩いていくわけじゃないのか。地流のモンマに乗る。乗る。トロッコ。おお、いいねいいねいいね。はい。ここまでが安全。ちっちゃ。あ、セーブできる一応。さっきしたし。霧の中へ入る準備はできてんのかい？ここいらの霧はきついんだ。用心して何か買っていかねえか。ほうほう。金あらへん。15円しかあらへん。ブルメシへ向かうなら北の山間のギザマルークの洞窟を抜けるんだ。ところどころ地面から突き出している根が洞窟の前まで続いているから、それを頼りにしていけばいいだろう。あ、あれか。あの、あれ根っこやったんや。ギザマルークって木なんかな、巨大な。大樹みたいなことなのかな。上から一応ね、望遠鏡で見てましたからね、いろいろと。いや、言うてわからんな。チョコボの森とかもあるはずやけどね。こいやー、今チョコボの足跡があったように見えたけど、足跡のところで、戦ってたら遭遇するパターンですかね、これ。わーい、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 しておら、なんしておら、全然盗めへんな。盗む確率アップとかないのかな。フライヤー強、ありがとうございます。いや、僕でもちょっとね、盗むがすごく大事と思ってて、お金がこんなに苦しいから、盗んで盗んで、そのアイテム的なものを盗んで、それを売るっていうね、そういう戦略を取りたい。ほら、めっちゃチョコモの足跡。これ、チョコモの足跡あるとこ、出てくるよ、絶対。来たんじゃない？いや。きっとね、曲が違うと思う。チョコモの曲になると思うんですよね。ただ、どうやればいいんやろ。ギサールの野菜とか、を渡すみたいなことができないですからね。ハイポーション盗んだ、そうそう、これでも100円取ったことになりますから。なんなんだてめえは。ヘッジホッグパイ、あれ意外とダメージしょぼい。原石盗んだ。うわ、強いな。割と食らったぞ。お、えらい音してる。やっぱファットプレス、回復ができないですからね、こいつらは。強っ。オッケー、ナイス。さあ、ちょっと見破るマスターするまではここでちょっと雑魚戦おうかな。正直
やっぱり次の武器見たいでしょ、皆さん的にも。まあ、僕がもちろん一番見たいんですけど、はよせよと、はよ強い武器に変えた状態が見たいもんね。来へんかな。いや、あからさまにチョコボゾーンだよねんけど。いやー、一瞬遅れ、なんなんこれ。来そうやねんけどな。うわ、なにこいつ、強そう。なんか、背筋ピーン、背筋ピーン。ドラゴン族にはブリザードやろ。どうなの。聞いてんのか聞いてないのかよくわかりません。刺す、二度刺す。あ、よう見たら突っ込んできてるんじゃなくて投げとるんやね、上から槍だけを。超航空から槍だけを下にぶち込んどるんやね。いや、出てこないんすかね、チョコボ。やっぱ森みたいなところ行かなあかんのかな。今なかったな。これ悪魔のチョコボ、近くに森があるよっていうことなのか、それとも、うん、そうか、なんかフラグが立ってないかもしれないですね。この足跡のとこはチョコボおるよ的なフラグがそもそも立ってない可能性もありますね。おお、虫、虫の槍の虫の槍の槍虫、グリムシ。どっかのなんか軍隊感あるな。レディーバグ、これが本当のレディーバグ。レディーには見えんけどな。うわ、強っ。普通に強い、めちゃくちゃ強い。火力が高い。何？ファイヤードーン。いや、ちょっとこれ本気でいかないとやばいぞ。やばい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 。普通にダメージがいかつい。回復、あー最悪や最悪や最悪や。もう私かい、間違えてないかい、ビビさん。とりあえず確実に1匹落とそうか。ビビじゃない、ビビじゃない。2匹落としたところで生き返らせる。いやー、倒せない。来るぞ。オッケー、強いな。やっぱこの食らわなくなるのも強いしね、正直。うーわうーわー、もうあかんわ。きっちり倒そう。今回諦めよう。今回の戦闘は諦める。帰らせるとか、そんなことは諦めだ。フライヤーさんにとどめさせてもらう。最初から全力でいかなあかんかったんや。やっぱジャンプしてると今フライヤーが一番強いので、結果的にはそのヘイトがこうね、2人に集まってしまって、弱い2人が攻撃を食らうということになって、フライヤーだけは生き残るんですけど、どうなのかという問題はあるな。めっちゃレベル上がった、めっちゃレベル上がったよ。ちなみにテントは回復はするのかな。戦闘不能までは回復しないか。よし、ちょっとその見えてる何か施設的なものに行ってみましょう。何やろね、これ。これがチョコボの、チョコボを司る施設だったりするのかな。え、クゾクの沼なのかな、あれは。クゾク、え、敵じゃないんやろな。怖えな。あ
あー、どこやん。もぐじろう、もぐ太郎、いろいろ教えてほしい。すごいやん、会えた。行き先を教えてほしい。ブルメシアに向かうんだったら、あ、すげえ、そんなこともできるんですか。何も教えてほしくない。カードはやらへんね。ここやったんや。なんなんここ、これが葛族。腹減ったあるね、腹減ったあるね。カエルを捕まえた。食べる？食べます？カエル持ってるあるね。カエル大好きあるよ。あんたなんだよ。私あるか。クイナ、クイナ、気持ち悪、こわ。クゾク70から90、両利き。カレークイナ、これ欲しいあるよ。すぐそこにおるけどね。欲しいあるよ。じゃあやるよ。もらったあるよ。は？返さないあるよ。なんやねんこれ。クイナよ。カエルを人からもらうようではお前もまだまだあるな。クエール。お前もか。俺はクオ、クイマクールやな。じゃあ。あ、クーって書いてる、あそこ。クイナよ。このカエルばかり捕まえていては、食の道を極めるのは難しいあるよ。でもクエール師匠、ここのカエルは最高あるね。舌を、しまえ、舌を。ここ以上のカエルなんか見たことないあるよ。あいやー、ここのカエルだけで満足してるとは、お前はまだまだ食の道は遠いあるね。世界広く、食せるものは数えきれないあるね。もちろんカエルも世界中にいるあるよ。ここだけではなく、他の地も訪れ、世界の食を知るあるね。他の世界あるか、そこまで考えたことはないあるな。ここよりうまいカエルがいるあるか、もちろんあるね。私たち葛族は大好物のカエルを食せばとても成長できるあるね。我々葛族の住んでいた地が外の世界にもいくつかあるよ。ちょっといいんですけど、こう横に客人がいるんですよ。ずっと二人の話されてますけど、それぞれの地のカエルを食せばお前にとっての食の道がきっと見えてくるあるね。旅をしながら葛族の沼を探すあるよ。仲間になるってことか。旅の方、このクイナにもいろんな世界の食を見せてほしいあるね。食べ物のあるところなら文句言わないあるよ。あ、こいつか、フォーク装備できんの。よし、俺たちと一緒に行こうぜ。うまいカエルが食えるあるか、そんなこと言ってないよ。そんなこと言ってないよ。カエルよりうまいあるか、知らんの。行こう。しまえ、舌を。そのスタイに当てんな、舌を、もう。ビビ、どうしたんだよ。うん。なんか同じ匂いがするんだ。僕のおじいちゃんにそっくり。ほう、クエールとかいうやつが。もしかしておじいちゃんのこと知ってる人かもしれない。少しお話ししてくる。まさかこんなところで。いや、確かに、大きな系統で言ったら一緒よ。確かに。大きな系統で言ったら。お？クワンっておじいちゃん知ってる？うわ、絶対そうやん。クゾクやん。食わへんねやん。食わんねもんな、クゾクのくせに。クエンとか食わんやん。偏屈じじいなんか知らないやろな。知ってるやん。クワンおじいちゃん少し変わってたけど、なんで知ってるの？それには答えられないあるね。クワンおじいちゃんクエールさんにそっくりなんだけどな。同じ葛族だからそっくりなのは当たり前あるね。あんた本当に知らないのか。知らないやろ、本当に知らないやろよ。知ってるな、これは。知らないのはしょうがないな。ビビ行こうぜ、うん、ちょっと待つある、ちょっと待つある。言わへん、言わへんのかい。知らん。一応もう一回見て、盗めるもんないかな。クイナもカエルを取って少しは成長したあるか。怖いなこいつ。フォークだけしか持っとらへん。満月の心得250もある。できることない、全然できることない。毒味はいけんねや。全然いけることないけど、まあ、とりあえず木綿のローブ装備させておいてあげようか。全然できん。
全然できへんけど、でも HP は高いな。満月の心は何なの？トランスしやすくなる。めっちゃええやん。それはええやん。こいつもトランスできるんや。キャラクターの魔石力、そうびっくりした。急に出たから知ってる情報やった。いやでも嬉しい、仲間できた。いきなりこれ絶対行っとかなあかんかった場所っすやんね。えラッキー、まさかな。さわ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 、他どっか繋がってたりするかな。全部あそこに繋がんのかな。敵出んの？カエル？かな？ロードがめちゃくちゃ長い。おお、来た。カエル、ウーパーや。ウーパーです。これ、倒していいの？倒したら怒られるやつじゃないの？青魔法。おお、こいつ青魔法。ラーニング。食べる？食べたらあかん、こんなもん。食べられんのか、これ。どうやって食べるの？怖っ。もっと弱らせないと食べられないやろ。ほう。弱らせると食べられるっていうことの方が怖いな。食べたらどうなんだ？吸収するのかな？能力吸収とか。ちょっとやってみよう。200前後食らわせて。うわ、強い。あかん、倒してもた。思いのほかクイナが強え。マジか、こいつ見た目ただのジョーカーなんですけどね。これは強いな。よし、結局同じとこに繋がってんのかな。いや違う、カエルや。なんかゴールデンカエルおる。ちょっとだけカエル取っていいやるか。少し待っててやるよ。ありがとう、あるよ。カエル取っていいかって、捕まえたカエル0匹。いや掴んだらいいやん。あーピュッて出てきてる時に捕まえるのか。うわ、だる。意外とむずい。やろう。あ、ゴールデンカエル意外とむずい。地面に、地上に上がってる時を狙わなあかんのよ。え？走ってあかんのかな。嘘でしょ、どうやって捕まえんこれ。オッケー、捕まえた。大人がいるオスを捕まえますか。捕まえる。捕まえないっていう選択肢もあんの。捕まえた、2つ捕まえた。クイナよ頑張ってるやろな。これをあげるやろ、原石を手に入れた。いや、あの金のやつ行きてえわ。よっしゃ、そいつ行きてえな。先読みでいかなあかんと思った。あっち、よっしゃ行った、よっしゃ行った。先読みでね。よっしゃ、捕まえたよ。金のやつはでかいやろ。ええてやろ。しょぼ、全部行こう。もう根こそぎ行ったらほな。よし、どっちにも対応できる。よし、ここでこうどっちにも対応できる。一瞬出んねんな。おっしゃ、いった。
あ、刺したー、よーし、行った、全部行った、え、全部行ったよ師匠、師匠クイナ、もういいのか、もう少し頑張れ、あるね、え、隠れカエルおるんじゃん、いや、もう全部いったよな、え、なんかもうあんな原石とエーテルだけかよ、もっとさ、フォークのいかついやつとかさ、カエルの音はしてるんですけどね、いないっすもんね、うん、まあじゃあもういいっすわ、もう満足してある、何やってんよ、何もおらへんだったやん、根こそぎいったやん、根こそぎいって戻ってこへんやん、もうカエル、カエルの生態系完全破壊、あー、ここ帰ってきた、また間を置いたら8から始まるのかな、もしかしたら、なんやろね、なんか謎大きいエリアですけどね、分かりにくいのよ、めちゃめちゃ分かりにくいですからね、エリア的に、まあ、クイナ仲間にできてりゃ基本的にはオッケーなんでしょうけどね、多分ね、あ、帰るや、こんなん捕まえてたん、俺らこんなん捕まえてたん、気持ち悪い、ギガントード、これちょうどいいんじゃない、どう、だいぶ終わらせたと思いますよ、ブリザラとかできんねや、気持ち悪い、目目、これもっと弱らせなあかんねや、ちょっと食べれるまで頑張ってみようかな、何が起こるのかが知りたい、食べたら、あとはビビがちょっとずつ攻撃しつつ弱らせていこうか、原石、あ、出た、光る目、食べろ、もっと、もっとっすか、一番寝てほしくない二人が出た、一番寝てほしくない二人、テント盗んだ、よし、高額、高額商品、ちょっと起きてよ、くださいよ、クイナ起こすか、赤字だ、最悪、最悪や、もう一番最悪、クイナラストフェニックスのを使う、やばい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 、待ってよ、とりあえずクイナ食べる、もうかなり弱ってますよ、正直、正直相当弱ってますけどね、おいおい、もういやいや、もうクイナ食べる、もういけるやろ、もういけるやろ、マジで、カエル落とし覚えた、やった、何カエル落とし、青魔法か、そういうことか、カエル落とし、
これは青魔法なのか。来た！おわ、来た！やった！マジか！え、強そうやん。ちょっと戦いたいな。もう一回ちょっと雑魚戦いたいな。出てこんかな。フェニオもちょっと補給したいけど、フェニオだいぶ使ってしまったんでゼロになってるんで、フェニオ補給しに帰ろうか一回。それとももう突っ込むか。洞窟だって行かなあかんすもんね。チョコボの足跡のことも全くわからんし、もう。いやね。いや、まあ一回ちょっとフェニオは買っといた方がいい気がすんな。後で困りそう。割と死ぬから、レイズ的なものを覚えるまではフェニックスの方だけは切らしたくないな。怖え、こいつ。こいつでも盗んで速攻逃げよるやつじゃなかったっけ。うわぁ、てめぇ、つえぇ、めちゃくちゃつえぇ、こいつ。時短が全くその、輝かないっすよね。ちょっと待って、AP 事情どうなってんの、時短の。早く。あと3。あと3です。早く早く早く、あと3でいけるんだよ。あー、こいつらや。まあまあ強いやつ後ろ。いやでもね、もう大丈夫やわ。クイナが正直強いから、めちゃくちゃ。ちょっとカエル落としやってみましょうかね。青魔法を、しんどっ。カエル落とし、どんな感じになるんやろな。カエル落とし、え、そうでもねえな。効くやつ効かんやつがおるのかな。なんかそうでもない感がすごかったな今。え、クイナ通常攻撃の方が一番強いから行こう。通常攻撃行こう。そうそうでもねえな、おい。なんで。うわ、最悪やんか。いや、ビビ死ぬね。やっぱフェニオが絶対的に必要や。今フライヤーがレベルアップのスキル持ってるんすよね。よし、今見破りいったか。ちょっと待ってよ。見破るマスターしましたよね。違うわ。逃げてもギルマスターしたのか。まだか。よし。フライヤーのレベルアップってどこについてる。あ、アイアンヘルムについてるのか。アイアンヘルムはつけれないっすよね、時短ね。いや、レベルつけれへんよな。あ、レベル早く上げたいんやけど。まあ多分こうメンバーから外れやすい人に対してレベルアップって早くつくんかなっていう気もするんですよね。だってそのレベル時短は多分基本的にレベルアップってつきにくいんかなと思ってるんですけど、まあ当然そのずっとメンツとして中にいるのでレベル上がるだろうと。離れたりひっついたりする人たちがやっぱレベルアップ必要なのかなと。まさにスタイナーとかもそうですけど。よし、まあいいや。じゃあとりあえずクイナがクイナが入ったので、ちょっと、そっか、テントを使うのもありなのか。ビビが回復するかどうかだけでも確かめるか。ここでちっちゃいションでクイナの体だけでも激狭やけどね。ちょっ
ってちょっと待って、あービビは戻ってこないか、一応これは確認しました。了解。まあそうでしょうね、まあそうでしょう。ちょっともったいなかったですけどね。よし、ではセーブして次回ここから行きます。